あれ？セクパロ消えても、あったあった、あるやん。これは、起動させるのは、×ボタンでいうことか。これでいいよね。セクパロはね、僕ね、セガサタン版持ってるんですけどね、プレステでやるのは初めてですね。やること自体めっちゃ久しぶりですよね、セクパロはね。はい。スマホでいいわ。はい、これでいきます。はい。セミオート。やっぱりね、これ使っちゃいますよ、この女の子のやつはね。日本版ですね、これ。悪い子を買うか。ミサイル。いやもうプレイすること自体もうすげえ久しぶりなの。10年以上ぶりなんで、ほとんど覚えてないですね。ああ、しまった。いきなりやられてるっすよ。ぷよぷよみたいやね、これ。ああ、しまった。こいつを倒そっち。ボスの手前でやられたんや。もうトウモロコシ。おお。ポップコーン投げてきた。これ使ってみようか。初めて見ますね、これ。シューティングスターっていうのは。うん、こういうのか。ボス戦からですね。ああ、やられてないかな。いやね、僕ね、昔よくトウモロコシっていうね、ニックネームもあったんですよ。それはなぜかというと、白本を反対から読んだらトモロシになるんでね、トウモロコシと似てるからね、トウモロコシって言われた時期もあるんですよね。トモロシなんですよ、白本を反対から読めばね。おお。めっちゃ強いな、この一面のボス。
ビッグを取る、ビッグを取ろうと思ってやられてる、そんな。これ何このぷよぷよみたいなやつは。ああ、これ自体がね、ぷよぷよみたいなやつだよね。あ、紙飛行機がついた。そろそろ倒せそうな感じが。あ、倒した。あ、キツネあったんや。キツネじゃあタヌキか。あ、なるほど。ちょっとしたサービスのねショットがあるんですね。これあれか、高速スピードステージか。あー、やれた。あ、やばいやばい。あ、そうか、そういうことか。あの滝に落とされるわけや。まさに初見殺しですね、今の。難しい。めっちゃむずい。タコがいないですね。タコいなくなってますね、これ。難しい。ここでいつもやられる。よし、いけた。うわ、めちゃむずいな、この面。でも進んだね。うわ、入浴してる。うわ、これ使ってみるか。これペンタロウですよね。あ、やっぱそうですね。いや、いい眺めですね、これね。
入浴シーンね。あー、いきなりや。ボスか。うわ、なんだこいつ。トイレ。見たことありますけどね、このボス。ああ。パワーアップがなかったからね。バイパー、なぜか主人公のタコがいなくなってるというね、このゲームで。倒した。おお、ちょっとしたね、サービスね。中国風やね。あ、ER カンフーの曲になってる。あのアーケード版の ER カンフーの曲になってますね。
った危ない。危ない。あ、イヤルカンフォール、下に。おお、よくした。危ねえ。おお、びっくりしたおい。まさかジャンプしてくるとは。これ何？あ、敵なんや。でも倒せないんですね。これ下に避けた方がいいですね、上に避けるよりね。あ、ちょっと待って。はい、ちょっと親が帰ってきたようですのでね。あ、そうか、ちょっと待って、これリセット押すんやったな。そうそう、はい、違う、間違えた。はい、じゃあこれ今日はね、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。